はい、どうもお疲れ様でございます。どうも吉木左官からの店長です。よろしくお願いします。わお、はい、ねだいぶ久しぶりの動画でブログでございますけれど、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ねまあこの何ヶ月、いや何ヶ月前かね、の間にいろいろあったんですけれど、まあとりあえず一言でまとめると、周年お疲れ様でした。ありがとうございました。4周年無事に迎え、そして次は12月でございます。4周年と1ヶ月目が突入でございます。よろしくお願いします。で、大事なことなんですけどね、クリスマス、大晦日、正月、三が日、全部問答無用で空いてますんで、よかったらよろしくお願いします。あとは何でしょうね、まああとはね、新しい12月から新章突入ということで、おでんを今ちょっと頑張って稽古中です。もう今いい感じにね、美味しいのができたら、よしこれやって言ったら、いうのが納得するまでは全然作り続けますんで、ぜひよかったら食べてやってください。あとはね、皆さん意外なんですけど、ここ忘年会の受付とかもやってます。新年会もやってますんで、ぜひぜひ何かありましたらよろしくお願いします。まあ、全然なんかツイッターとかで軽く相談してくれたりしたら、全然、こんなん作ります、あんなん作りますよ、みたいな話全然ね、乗りますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あとは何やろ。あとは、何やろ。あとは、まあ、4周年メニューね、ありますけれど、シャンメリー、スパークリングワイン、僕が飲みたかったウイスキー、特別フードとありますけれど、こちらね、4周年が終わるまで、やらせていただきますんで、よろしくお願いします。いつでも4周年のお祝いしに来てくれてね、全然構わないんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、まあ、2分くらいか。まあ、告知的なはね、まあ、今月はとにかく休みはなしで頑張らせてもらおうと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。というわけでね、こちらね、お祝いのお花とかもたくさんいただいて、ありがとうございます。まあ、これもね、まだ全然腐らないし、全然枯れもしないんで、怖いんですけどね。まあ、でも、ね、こうやって、きらびやかな状態で生きていってくださる以上は、ずっと飾っていようかなと思いますので、ありがとうございました。というわけで、中吉ますみこと洋酒喫茶館家の店長の動画でブログでした。皆様、ご来店お待ちしております。ではでは、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとは次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうもありがとうございました。